さんこの実験現場を見ていただければありがたいと思います。僕が一つ読むのは一つずつ読んでいきますけど、海が、これも今打ち合わせ入ってます。海が海なんですよ、設定が。あのこの詩の世界がですね、海の世界で、ここは波の音的に行くのか、それとも広い響くんの中で広がる海をイメージしているのか、やりやすい方でやってください。じゃあどんな感じになるのかタイトル読みます。もういいですか。すごいですね、プロですね。海の季節、あの夜僕は青ざめた浜辺にポツンと立っていました。何をしてたの？冷たい風は肌身に染みてピク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 してました。そう、不思議だね、今ここにいるのが。はい、冷たい風の狭間の声がささやきました。もうちょっと、もうちょっと。それから僕は自分の歩幅を捨てないで、自分の足跡を愛おしみ、時に寝そべる午後あれど、歩んで歩んで歩んだら、いつしかこんな季節に君がいて、お腹の中に秘めた僕の歴史を語らううちに、あの日とは少々違う瞳で水平線の方向を見つめるようになりました。それは良かった。ザザーザザーザザー、ありがとうございます。素晴らしいですね、ピアニスト。さすが。